フォード・ファルコンフォード・ファルコンは、フォード・オーストラリアが生産、販売していた自動車である。なお、フォード・ファルコンの名称は他にも、下記の2つの車両にも用いられている。1950年代、フォード・オーストラリアは、イギリス・フォードと同じゼファー、コンサル、ゾディアックなどを現地生産しており、これらのモデルは概ね好評であったが、輸入部品による高い関税が影響して、 車両価格面でライバルであるホール電車の人気に押され、売上が悪化していた。そのため、フォード・オーストラリアは、ホール電車に対抗できる、現地生産者を立ち上げることを決定した。当初イギリスフォードから高額の型鋳造を購入して、ゼファーの組み立てが検討されていたが、1958年に、デトロイトのフォード本社を訪れたカンブラは、 北米デビューが準備されていた北米におけるファルコンを見て、ライバルのホール電車とほぼ同じサイズでありながら、より低く、ワイドで、モダンであり、ワイドボディは、ベンチシート6人乗りが可能で、さらに二足オートマチックも用意されており、即座にこれは、新しいプロジェクトに、最適なモデルだと判断され、このファルコンが新たな、オーストラリア車として生産されることが決定された。 1959年、フォード・オーストラリアは、メルボルン北部のブロード・メドーズにファルコンを製造するための新工場を建設。カナダで設計された工場の屋根は、雪がたまらないような形状をしていたが、メルボルンでの降雪は稀である。こうして誕生した、オーストラリア製のファルコンは、1960から70年にかけては、米国フォードのファルコンを、 右ハンドル化し、オーストラリアの過酷な道路に対応できるように改良したものを生産していたが、本家ファルコンの生産が終了した後、1972年のサモデルから開発、設計とも完全にオーストラリア独自になった。その結果ファルコンはロングセラー車となり、 そのほとんどがオーストラリアとニュージーランドという小さな市場だけで累計300万台以上を売り上げている。また、オーストラリアの乗用車売り上げチャートで何度もトップの座を獲得しており、同国のライバルであるホールデンコモドアと並ぶ人気車種である。ただし、上記の通り、オセアニア以外には大々的な輸出が行われていない。 2010年6月28日朝、ファルコン誕生50周年と、フォード・オーストラリアの創業85周年を記念した、祝典が、ブロード・メドーズ工場で行われ、従業員たちの初代、x 系モデルから最新型まで新旧200台、以上のファルコンが生産ライン裏の駐車場に集結。さらに工場内では、約1時間創業を停止し、 歴代モデルを生産ラインに並べるなどの式典が開催された。フォード・オーストラリアはこの50年間でマイナーチェンジを含め約27モデル、約350万台のファルコンを生産した。2013年5月23日、フォード・オーストラリアは2016年10月をもって56年の歴史を持つファルコンを廃止するとともに、 ブロードメドーズ工場を閉鎖すると発表した。フォードは、ブロードメドーズ工場の生産コストは、同社のアジア工場に比べて、約4倍、ヨーロッパの工場と比べても2倍のコストがかかっている。ことに加え、ファルコンをはじめとする、大型セダンの売り上げが、大幅に落ちていることを理由に91年間続く、オーストラリアでの自動車生産に幕を閉じることを、決定した。 2016年10月7日、最後のファルコンが生産ラインを離れ、ブロードメドーズ工場が閉鎖された。なおファルコンのモデルネームは、世界中の数ある、フォード社のモデル名の中で、最も長く続いているものであったが、56年の歴史に幕を閉じた。XK ファルコン1960年9月登場。当初は4度ダンのみで、ファルコンと、 ファルコンデラックス2つのトリムグレードを展開。基本的に北米のファルコンを右ハンドル化しただけのものだったが、田舎のディーラーではアクロに対応するために強化リアサスペンションやより大きな 6.50X13 インチタイヤへの改良が頻繁に行われていた。1960年11月、ステーションワゴンを追加。 1961年5月、ユーティリティとパネル版が追加されボディラインナップを拡大。正式名称はそれぞれ、ファルコンユーティリティとファルコンセダンデリバリーであった。ファルコンの売上は好調で、オーストラリアにおいて初めて、ホール電車を脅かす存在が現れたとされた。XL 一部を、豪州独自に改良した XL モデルは1962年、初頭に登場。 フェアレーンの強化サスペンションシステムを流用。その他、シリーズのトップモデルとして、ファルコンフーツラセダンと、ファルコンスクワイアステーションワゴンが追加され、ステーションワゴンは、ボディサイドと、テールゲートに、木目調のデコレーションがついていた。XM 発のオーストラリアデザインのボディで1964年に、登場。テールライトは、オーストラリアの環境に合わせて位置が高くされ、 フロントは、クロームグリルで覆われたマスクを採用。ステアリングリンケージが強化され、タイロッドは、北米モデルの1、2インチから9、16インチへと、アップグレードされた。サスペンションも同時に改良が施された。2ドアハードトップボディも追加され、ファルコンデラックスと、ファルコン、フーツラのグレードが用意された。XP この XP から、 上級グレードにあたるフェアモントが登場。この XP モデルの成功がフォードオーストラリアの将来を支える重要なモデルとされ、U ・ヤングステストグラウンドで70マイルパーアワー以上で11万キロメートルを走るという冒険的なデモンストレーションが行われ、これが成功すると同時に名声のあるオーストラリア売り上げナンバーワンの月間自動車誌ホイールズの ホイールズカーオブザイヤーに輝く。2速のオートマチックは3速へと進化。フロントディスクブレーキがオプション設定される。北米モデルの流れを組むステーションワゴンのスクワイアレンジはこのモデルが最後となり、フーツラセダンとスクワイアワゴンは新たに登場したフェアモントに移行する。この XP レンジには、ビルワーナーによる260値、289値の V、 8エンジンが3足オートマチック、または4足マニュアルと組み合わせて搭載されたモデルも存在した。これらは後述する次世代モデルの GT ファルコンの先行者となる。ラリー競技1964年のハンディキャップ制度における勝敗起量者優勢となっていたラリー・モンテカルロでボー・リュングフェルトのドライブにより大排気量を活かし全、SS タイム上。 トップタイムをマークしていたが、この重いハンデ性により、総合成績は2位に止まる。XR1966 年9月、2代目とモデルチェンジ。スタイリングは、アメリカの同年型をベースとしていた。マスタングブレッド・ファルコンと宣伝され、オーストラリア・ファルコン発の V8 エンジンモデルが登場。その V8 は289値のウィンザーエンジンで、 それまでは一部の高級車に限られていた V8 エンジンをオーストラリア製乗用車として初めて全てのトリムにオプション設定された。磁気6エンジンは144値が廃止され、ベースモデルが170値、他に200値が選択できた。グレード展開は、ファルコン、ファルコン500、フェアモントセダン、ファルコンワゴン、ファルコン500ワゴン、フェアモントワゴン、ファルコンユーティリティ、 ファルコン500ユーティリティ、ファルコン、バンの、計9種類新型のワゴンのホイールベースは、セダンと共通の111インチであり、アメリカのファルコンワゴン115インチとは異なっていた。ファルコン500は、先代 XP のファルコンデラックスの後継として、設定された。なお先代にあった2ドアハードトップボディは、設定されなかった。この XR も、 仙台 XP に続き1966年ホイールズカーオブザイヤーに輝く1967年販売戦略上マスタングのスポーティなイメージをアピールするため225ビット HP を発生するマスタングと共通の289値ウィンザー V8 エンジンを搭載したファルコン GT シリーズが登場するこのモデルの登場が オーストラリアンマッスルカーの幕開けとなる。一部を除いては、すべて、GT ゴールドのボディカラーにペイントされていた。その他には8台のガロヘルシルバーと、ラシットブロンズ、サルタンマルーン、ポーラーホワイト、アビスホワイト、アイビーグリーンの5色があった。スペック上は同じだが、ゴールド以外のボディカラーは、特に希少である。XT1968 年。 一部改良された XT モデルに進化。フロントグリルが分割され、GT モデルはフォグランプとボディサイドにピンストライプが装備された。次期6エンジンは188地と221地が選択できた。V8 エンジンは従来の289地から新型の302値ウィンザーに変更された。XW1969 年登場。GT は カナダ製の351値、ウィンザーエンジンを搭載、291HP を発揮。GT は、ワイドボディにレーシングスタイルのスクープ付き、ブラックアウトボンネットや、スーパールー、ボディストライプなどの専用衣装を持つ。この時代は、レース活動も盛んであり、日曜日のレースで優勝を飾り、月曜日に、その市販車を売るとまで言われた。 そして1969年8月に GT4 モデルが登場する。この GT4 は、ホモロゲーション向けに生産され外装は普通の GT と見分けがつかないほどだったが、より、ハイパフォーマンス化されたエンジンとサスペンションを備えており、4とは、ハンドリングオプションの意味だった。フェーズ I モデルでは351チンウィンザー V8。 翌1970年に登場したフェーズ2モデルでは351クリーブランドに変更され 300HP を発揮した。この GT4 は2000年代後半40万ゴードルのプレミアム価格を付けたこともある。XW では GS オプションも追加された。エンジンラインナップは XT 同様、時気録画188値と221値の2種。 V8 は300日ウインザーが搭載されており、GT シリーズと同衣装のスポーツインストルメントパネルと、スポーツホイールトリム、ボディストライプなどが装備された。GT シリーズは、サモデルまでで姿を消したが、この GS は1978年の XC モデルまで続き、GT よりロングセラーとなった。XY1970 年10月、XY 登場。 実記録エンジンがさらに拡大され200値と250値となる。2V の351クリーブランド V8 がセダン、全モデルにオプション。この1970年の GT と GT4 もコレクターズアイテム化している。1971年351クリーブランド V8 エンジンをアップグレードし385ビット HP を 発生した 1971XYGT4 フェーズ3が登場。最高速度は141.5マイルパーアワーに、達しオーストラリア製4度は量産車で最速であった。なお、実機録エンジンはオーストラリア製で、V8 エンジンは当初輸入品で1972年半ばからオートマティック用を含め地元のジロングファウンドリー製になった。 トランスミッションは、フォードとボルグワーナー製があり、ボルグワーナーは、リアアクスルも供給していた。1972年オーストラリア製乗用車初の4輪、駆動バージョンが、ラインナップに追加される。この XY 型ファルコンはその輝かしい、レース活動や、当時最速を誇った、パフォーマンス、製造クオリティなどを含め2000年代後半に、ベストファルコンと言われており、 他の世代に比べても高価格で取引されている。さあ北米の本家ファルコンの生産が終了し、この方から開発、設計とも完全にオーストラリア独自のモデルとなるが、しばらくはベースの同じフォードトリノとの類似性が容易に発見できた。日本では馴染みのない車種であったが、京都の相互タクシーが先代モデルに 引き続き1973年型の小豆色さ、ファルコンをタクシーとして使用していた。XB1973 年、XB 登場。マルチファンクションコンビネーションレバーを採用。また、パネル版とユーティリティにそれぞれサーファーとサーフサイダートリムグレードが追加される。XC 新しい公害対策基準、ADR27A を、 初めてクリアして1976年に登場。XDXD は1979年にそれまでのアメリカ町から一新、ヨーロッパ町のクリーンで空気抵抗を約10%改善したスタイリングをまとって登場した。欧州フォードのグラナダと酷似した衣装であったが、こちらの方が若干大きく高級感は落とされていた。ボディを強化することで、 多くの構成部品を取り除くことができ、軽量化され、運動性能やブレーキ性能の向上が図られた。トランスミッションは、6人乗りモデルが3足、コラムマニュアルと3足コラムオートマティック、5人乗りモデルは4足、フロアマニュアルと3足フロアオートマチック。フェールマントギアグレードは GXL に変更。当初、初代ホールデンコモドアに、 クオリティや燃費面で粘り強く追い回られたが、1980年にアロイヘッドエンジンが投入され、これにより1950年代をルーツとする、球体化したオフ六気筒エンジンの燃費が向上した。また、オーストラリア政府が1979年の第二次オイルショックを機に、より厳しい公害防止策を打ち出したため、ハイパフォーマンスカーの開発が縮小された。 あとに、フォードはこの時、ファルコンをコードネームカプリオコーンと名付けられた小型の FWD セダンとハッチバックに置き換えることを検討をしていたが、1981年ファルコンの販売が好調だったためそのプロジェクトはキャンセルされた。また5ドアハッチバックのみだった、欧州フォードのスコーピオンを4ドアセダン化する案もあり、こちらはクレーモデルが作られるところまで進んでいた。 G オイルショックが収まり、ダウンサイジングされたホールデンコモドアに奪われていた。顧客がまた、フルサイズのファルコンに戻ってきた1982年モデルの G は、ワッツリンクコイルリアサスペンション、少年費、デファレンシャルレシオオプションで5速マニュアルも用意され、この10年余りで初めてライバルである、ホールデンコモドアに販売面で優位に立った。 そして実に1988年にコモドアがフルサイズクラスに戻るまでの間ファルコンはオーストラリアの乗用車売上ナンバーワンの座を維持した。また、フォードオーストラリア製の V8 エンジンは1982年までと発表されていたが大量の部品在庫があったため組み立ては1984年まで続いた。またこの時期には351地のナスカールで 使われるのと似たレース用のエンジンも国内レース向けに組み立てていたが1985年に351地エンジンによるレース活動が終了すると残りのエンジンはアメリカ市場に販売された4.9リットルの V8 エンジンにとって代わり4.1リットル電子制御燃料噴射の磁気録エンジンが投入されその結果 V8 エンジンは1983年から1991年までの間、姿を消すことになる。XFXF のセダンとアゴが1984年10月から1988年2月にかけて販売された。1986年1月からは無塩ガソリン対応に改良されている。またウーテは1993年3月まで、 生産された。ハンドリングや乗り心地に関しては優秀とされたが、パワーアシストのなかったステアリングは、駐車時など低速では重くまた U ターン時などのキックバックがとても強かった。パワーステアリングと4輪、ディスクブレーキは1986年に標準化された。XF の販売は好調で、累計27万8000台余りが生産された。 XG セダンとワゴンが5代目 EA シリーズにモデルチェンジされた後も商用車であるウーテとパネル版は XF 型が継続された。しかしエンジンは新しい EA シリーズの OHC が投入された。XG は1993年3月に登場。ファルコンの商用モデルウーテにロングリーチという新たなサブネームとともにシエンジンが投入された。 外装のアップデート。三足のコラムマニュアルが廃止。サブネームのロングリーチとは、オーストラリア北東部に位置するクイーンズランド州の地名であり、そこはカンタス航空発祥の地で、有名な僕府のホームタウンであるなど、タフなワークホースのイメージに由来している。このモデルのメディアへの発表はこの地で行われた。 XHXH のウーテとパネル版は1996年に発表された。このモデルは実質的には XG モデルに EF 型セダンワゴンのフロントマスクを与えただけのモデルである。1997年11月にシリーズ2が登場し商用モデルにも V8 エンジンが復活した。パネル版は 人気が加工志向の世代を最後に生産を終了した。EA1988 年2月、販売開始。5代目ファルコンは当初マツダ626やマツダ929、米国フォードのトーラス、セーブルなどの車体を流用することが検討されていたが、ボディサイズなどが、合衆市場に合わないため、結局7億ゴードルの開発費をかけて、EA26 型として、 独自に開発された。外装は再び、欧州フォードのスコーピオと告示したものとなったが、中身は、完全に、合州設計であり、ファルコン史上初の風洞実験が取り入れられ、CD 値は、旧型の0.44から0.34へと、大幅に向上した。この EA 型は、セダンとワゴンのみラインアップされ、ユートとパネル版については、旧型の XF ファルコンが、 継続生産された。また、形式の EA26 の E は、ラージサイズ、A は、オーストラリア、26は、フォードのグローバルプロジェクトナンバーを意味している。1979年の第2次オイルショックで、小型化されたライバルのホールデンコモドアに対して、ファルコンは、フルサイズのワイドボディや、後輪駆動を守り抜き、結果的にそれが、販売校長につながっており、 このことからオーストラリアでは以前よりは小さくなったとはいえ、やはりフルサイズのファミリーカー人気が高いことが明確になった。さらにワイドボディは前席にベンチシートを取り付けて横に3人座っても快適なことからオーストラリアのタクシー車需要でもフォードが優位に立つことができた。エンジンは直列六気筒点二リットル CFI エンジンおよび点九リットル 3.9リットルマルチポイントインクジェクションが搭載され T50D5 速マニュアルトランスミッションとボルグワーナー M513 速オートマチックトランスミッションが組み合わせられた。なお、M51 についてはシリーズ2に改良する際に BTR85LE4 速オートマチックトランスミッションに変更された。グレード構成はベースモデルの GL。 上級モデルのフェールマント、最上級モデルのフェールマントギア、スポーツモデルの S がラインアップされ、フェールマントと S については3.9リットルエンジンが、フェールマントギアについては3.9リットル MPI エンジンが搭載された。1989年10月、一部改良でシリーズ2となる。GL に搭載された3.2リットルエンジンが廃止され、 同時に M513 速 AT が BT-R85LE4 速 AT に変更される EB1991 年登場の EA ファルコンのマイナーチェンジモデルとして発売エクステリアデザインの変更点としてはフロントのフォードブルーオーバルエンブレムがボンネットからグリル内に移された点や CE ピラーのエアベントの廃止リバースランプが リアコンビランプ内から独立してナンバープレートの両側に移設されたことなどが挙げられる。メカニズム面では V84.9 リットルエンジン搭載モデルが登場し、V8 エンジンの復活が自動車史から高く評価される。ただしこの時点では、セダンとワゴンのみの復活で、ユートの V8 エンジン復活は1997年の XH 型となる。また、 サスペンションジオメトリーも変更され、グリップ性能やステアリングフィールが改善された。また、ファルコン GT 生誕25周年を記念して、スポーツタイプの GT が250台限定で作られ、この EB 型から、スポーツモデルの XR6 と XR8 が新たに登場した。1992年4月、1億ゴードルが、 費やされて改良されたシリーズ2を発表。時期6エンジンは 3949cc から 3984cc へとわずかに拡大され、表記上も3.9リットルから4.0リットルへと変更された。トランスミッションや電装系も改良され、外装もわずかに変更を受け、ベースモデルでもボディカラードバンパーが装備され、無塗装だった。 アウタードアハンドルも、同色ペイントが施された。ED1993 年8月、EB ファルコンのマイナーチェンジモデルとして発売。フロントグリルの形状が、楕円型に変更され、XR シリーズについては、丸目4頭ヘッドライトが採用された。グレード体制の変更も行われ、フーツラグレードが復活し、ボディカラー同色のドアミラーが装備されたほか、 最上級グレードのギアがワゴンモデルには設定されなかった。1994年8月生産終了。EF1994 年8月 ED ファルコンのマイナーチェンジモデルとして発売。エクステリアデザインインテリアデザインが大幅に変更され、エクステリアデザインについてはフロントリアのドアのみを EA, ED ファルコンと共有し、さらにドアについてもドアハンドルの設計は変更された。ただしワゴンのリアスタイルは変更されなかった。また、直列6気筒4リットルエンジンの出力が向上され、サスペンションにも改良が施された。1995年10月、一部改良でシリーズ2となり、XR6 のステーションワゴンモデルが廃止されたほか ポリカーボネート製のヘッドライトレンズが採用された。L1996 年 EF ファルコンのマイナーチェンジモデルとして発売。改良には4000万オーストラリアドルが費やされた。外観での変更点としては、D とート、フーツラに楕円形のフロントグリルが復活したことが挙げられる。XR シリーズについてもヘッドライトが改良され、ステーションワゴンについては、 リアのインカーがクリア化された。また、フェールマントシリーズには専用のフロントデザインが採用された。内装についてもシートやヘッドレストの変更などが行われた。また、サスペンションやパワーステアリングにも改良が施されたが、磁気力エンジンについては出力、トルクともに向上はなされなかった。グレードはベースモデルの D 中級グレードの フェールマント、上級グレードの、フェールマントギア、スポーツモデルの XR シリーズが用意された。時期録エンジン搭載車には5速マニュアルトランスミッションが組み合わせられ、4速オートマチックトランスミッションがオプションとして用意された。また、V8 エンジン搭載の XR8 にも5速マニュアルトランスミッションが採用されたが、 他の V8 エンジン搭載車には4足、オートマチックトランスミッションが採用された。1997年10月、XR8 に搭載される V8 エンジンの出力、トルクを向上。1998年には、生産を終了し、au ファルコンにモデルチェンジ。販売は好調で、年間販売台数は、ファルコン史上最高を記録し、さらに、 二年間しか販売期間がなかったにもかかわらず、次期モデルの au ファルコンの4年間の販売台数を上回った。au1998 年9月、生産を開始。デザインコンセプトはニューエッジで若年層を取り込むため、これまでのファルコンとは一線を画したデザインとなった。開発当初はトーラス。 スコーピオ、マツダ MS-9 などに用いられるプラットフォームを採用するという計画もあったが、室内空間の確保やオーストラリアにおける雇用増進のため、これまでのプラットフォームを再設計して用いることとなった。設計は1994年に開始され、設計費用として7億オーストラリアドルを要した。また、軽量化も図られ、 ボディシェルの強度を17.5%向上。また、燃費についても8%向上させた。グレード構成は、ベースグレードの、フォルテ、その上のグレードの、フーツラ、スポーツエントリーモデルの、S、ラグジュアリーエントリーモデルの、フェールマント、スポーツモデルの XR シリーズが用意された。なお、シリーズ I には各グレードに、独自のフロントグリルが装着され、 XR はフロントのデザインが大幅に変更された。また S についてはワゴンには設定されず、セダンのみの設定となった。エンジンは直列6気筒4リットルガソリンエンジン及び4リットル LPG エンジン、V 型8気筒ウィンザー5リットル及び5.6リットルエンジンが搭載され、4速 AT 及び6速 MT が組み合わせられた。エッジのいたデザインが 購入層に受けず、また大型車の不人気や商用モデルの価格改定により、販売は振るわなかった。1999年6月、ピックアップモデルの優等追加。セダンとは異なり、販売は好調であった。2000年4月、一部改良。シリーズ2となる。フロントグリルを変更した。2001年11月、一部改良。シリーズ3となる。 2002年9月、au ファルコンの生産を終了。BA2002 年9月、au ファルコンのマイナーチェンジモデルとして生産を開始。エクステリアデザインが大幅に変更された。開発には5億オーストラリアドルが投資され、約2万4000時間をかけてエンジン、耐久性のテストを行った。また、サスペンションのテストには、ドイツのニュルブルクリンクも利用され、 アンチロックブレーキシステムと横滑り防止機構についてはオーストラリアのほかスウェーデンでも調整がなされた。デザインについてはデザインディレクターのスコット・ストロングの手動で設計され2001年のストロング退任後はサイモン・バターワースが設計を引き継いだ。デザインはヨーロピアンなデザインを取り入れることで不評であったニューエッジデザインを除去し 全く新しいデザインとした。また、インテリアデザインについても、インテリアデザインディレクターのマーカス・ホットブラックらにより、ヨーロピアンなものが採用された。また、アンテナを、格納式のものから、リアウィンドウ部への配置に変更したことで、au ファルコンで問題となったアンテナ損壊を防いだ。エンジンは、直列6気筒4リットルエンジンは、バラエンジンに変更され、ターボエンジンのほか LPG 仕様の E ガスエンジンもラインアップされた。V8 エンジンについても5.4リットルのバラエンジンおよびボスエンジンに変更された。なお、トランスミッションについては4足オートマチックと5足マニュアルトランスミッションが用意され、また、セダンには新設計のインディペンデントリアサスペンションが採用され、ワゴンとユートについては リーフ式サスペンションが引き続き採用されたため、セダンのみ重量が大幅に増加した。グレード構成は、レンカモデルの XT のほかフーツラ、XR シリーズ、フェールマントは、au ファルコンに引き続き設定され、XR シリーズについては6気筒エンジンを搭載する XR6 と、8気筒エンジンを搭載する XR8 が用意され、 ヘッドライトのデザインが変更された。販売は au ファルコンと異なり好調で、販売シェアでは2度、コモドアを上回ったが、最高販売記録を持つエルファルコンには届かなかった。安全性については、アンキャップにおいて34ポイント中に7.27ポイントを獲得し、5スター中の4スターを獲得した。2002年12月には36年ぶりに、 ホイールズ氏のカーオブザイヤーを獲得した。また、3年にわたり4つのオーストラリアのベストカーアワードを獲得するなど、高く評価された。2004年10月、外装など一部改良。マーク2となる。XR6 ターボと XR8 には新たに、ボルグワーナー製の T56 マニュアルトランスミッションを採用した。2005年10月、 BA f ァルコンの生産を終了。ボーイフレンド2005年10月、BA f ァルコンのマイナーチェンジモデルとして、生産開始。外観についてはあまり変更は加えられなかったが、安全装備については強化された。また、グレード構成も BA f ァルコンと同一となる。エンジンは、BA f ァルコンと同一のものを用いるが、出力、燃費ともに向上し、 ユーロ3基準に適合した。また、これまで、オートマチックトランスミッションは4足のみの設定となっていたが、一部グレードで新たに、ZF とボッシュにより開発された、ZF6HP266 速 AT も、選択可能となった。2006年10月6日、マイナーチェンジモデルの M2 を発表。同月22日、発売。 XT、フーツラ、フェールマントについては、フロントグリル、バンパーなどのデザインが変更され、BA ファルコンとの差別化が図られる。なお、XR シリーズについては内装のみの小変更となった。2008年5月、セダン及びユートが生産終了され、モデルチェンジ。ワゴンについては、小変更が加えられ、マーク3となり、生産が継続されている。 なお、マーク3は、4リットルエンジン搭載車のみが用意され、XT のみが用意される。FG2008 年2月17日にプレスに、初公開され、同年には、フルモデルチェンジし、FG ファルコンとして販売が開始された。エンジンは、先代のボーイフレンドファルコンと同じ直列6気筒4リットルエンジン、および4リットルターボエンジンを搭載するが、燃費。 パフォーマンスともに向上しており、直列6気筒4リットル l p g ガスエンジンも用意される。また、XR8 には、V 型8気筒5 4リットルエンジンが、搭載される。グレード構成は、ベースグレードの、XT、高級仕様の G シリーズとスポーティ仕様の、XR シリーズが用意され、G シリーズについては g、G6、e、G6E、G6E ターボが、 XR シリーズについては、XR6、XR6 ターボ、XR8 が設定される。なお、フーツラとフェールマントは廃止され、それぞれ G、G6、G6E が代替グレードとして設定された。また、ピックアップのユートについては、ベースグレードのほか、R6、XR6、XR6 ターボ、XR8 が設定される。 トランスミッションは、ボーイフレンドファルコンの4速 AT に代わり、5速 AT が採用された。また、G6E シリーズおよび XR シリーズについては6速 AT も選択可能であり、XR シリーズについては6速 MT が標準となる。また、E ガスモデルについては、4速 AT が採用された。安全性については、 オーストラリア製の乗用車では、唯一のアンキャップ後スター獲得者となっており、ライバル車のホールデンコモドアやトヨタオーリオミよりも高く評価されている。2008年9月1日、一部改良。一部グレードでオプションであった、アルミホイールを標準装備化。2009年6月、V85.4 リットルエンジンが、ユーロフォーハイガス規制に適合しないため XR。 8グレードを廃止する。これにより1991年から続いていた V8 エンジン搭載グレードが消滅し、V8 搭載車は FPV モデルだけとなった。2010年3月24日、フォード・オーストラリア社長、マリン・デューレラは、先代型のまま継続生産されていたワゴンの廃止を発表。 同年7月1日から施行される新しいハイガス規制に合わせて改良するほどの価値はないとし6月いっぱいで生産を打ち切り後継者には欧州フォードから輸入されるモンデオワゴンで対応する構えなお月に約200台を生産していたブロードメドースのワゴン生産ラインはファルコンセダンユートテリトリーの増産に充てられる2010年5月 ファルコン誕生50周年記念モデルを発売。セダン G シリーズと XR そしてキュートの K6 グレードに設定。外装、ドアスカッフプレートなどに50数アニバーサリーバッジ、シートに50周年ロゴのエンボス加工が施され、装備の充実も図られている。一部専用ボディカラーも設定された。2013年5月23日。 フォード・オーストラリアは2016年10月をもって、オーストラリアでの生産コスト高と、売上低減を理由にファルコンを廃止するとともに、ブロード・メドーズ工場を閉鎖すると発表した。なおすでに予定されている2014年のファルコンの、マイナーチェンジは、予定通り行うとしている。FGX 先に発表されていた通り、ファルコンは2016年10月をもって廃止される。 ことが決定しているため、これが最後のマイナーチェンジとなる。2014年7月、フォード・オーストラリアは最後のファルコンとなるコードネーム 201X 型の画像を公開する。この FGX 型は2015年モデルとして登場した6代目マスタングと同じスタイリングテーマを採用している。外装は LED 式の DRL を組み込んだ新型の ヘッドライトや新衣装のテールライトなどを採用して一新しているが内装は基本的に FG 型を踏襲している上級高性能モデルを生産していた FTV が先に閉鎖されたことにより2009年6月以降消滅していたノーマルの V8 エンジン搭載車 XR8 が復活したその他のグレード展開は前モデルとほぼ同じだが価格は 全体的に値下げされている。2014年8月、フォード・オーストラリアの社長である、ボブ・グラッツィアノは、同国で、最も認知度の高い社名の一つである、ファルコンの最後を飾るモデルとして、この最終型の形式、FGX には、ファルコンとギアに敬意を表しており、X は2代目から4代目にかけての歴代モデルに、敬意を表していると、その由来を明かした。 2016年10月7日、最後のファルコンが生産ラインを離れ、ブロードメドーズ工場が閉鎖された。1960年の初代登場から56年の歴史に幕を閉じた。最終生産者は博物館に展示される。アンライクレーター・イグザンプルス、ザ・ XP、フェールマンツ・キャリード・ボース・ファルコン&、フェールマント・バジワーク、三栄ボー、ラリー&、 クラシックスボリューム4名優たちの工房参考。1996-98FORDELFALCONHERALDSON.com.auhatba Falcon's Ultimate Driving Experience AutoWave ありがとうございます。